昨日のスズメとキジバト。珍しいキジバトのスサーモキジバトさん、スサー。もう一度スローで。スサーとは、鳥が片羽を伸ばしてストレッチすることです。羽と一緒に足も伸ばすようです。スサーとは、伸びのことなんですが、ただの伸びではないよ、スサーなんです。鳥好きの人たちに広まったスサー。鳥の伸びはスサーと言ってくださいね。スサー、かわいいですよね。カラスもオウムもインコも、スズメもみんなスサーをします。スサーの後、座り込んで食べるキジバトでした。ご覧いただき、ありがとうございました。